般若の意を鬼の勢と魑魅魍魎を送り出し、果てのない黄昏時を生み出した。村を燃やし灰へと変え、国中に破壊と恐怖を撒き散らす。こやつらに立ち向かうのはクロードのみ。たとえ数で劣ろうと一歩も引くことはない。クロードは次々と敵をなぎ倒す。クロードはついに鬼を退治した。鬼だ。おい、アルボ。仲間が倒れてもクロードの決意は揺らがない。クシューヘロに諦めることを知らず、分身クロードを見切ったとき、すぐに戦いに臨む。やっと休めるわ。敵の遠兵が到着した。つながりを断たれた。力を合わせるぞ。
クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。クロードは務めを、クロードはしばし息をついだ。イオの分身を破った。クロードとの戦いで敵は多くの精鋭を失った。敵の息はまだくじけていなかった満たされることはなかった。鬼はこの世に別れを告げた。どうしよう。近くに敵がいる。片付いたようだ。
クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。分身は仲間とのつながりを断たれた。クロードはついに鬼を退治した。今ので最後だ。神は倒れた。まずい、分身だ。クロードは彼方か静かに敵を放免。仲間とのつながりを断たれた。ひやりとしたよ。イオの勢は諦めることを知らない。
遅れさせた。クロードにとって対峙できる敵は何なのか。鬼の体は黄泉の国へと戻された。片付いたな。クロードはイオの分身を破った。クロードに気を休むイトマスラ。鬼でさえクロードにとっては敵でなかった。もうおらんだろう。この者どもがクロードに迫り来る。死は彼方から敵の体を貫いた。神は仲間とのつながりを断たれ、クロードはまたも己の力量を示した。分身だ。敵は次なる戦いに備えて陣を組んだ。クロードは彼方から静かに敵を葬った。
撃ち連れのマナコ。いかなあやかしでもクロードにはかなわぬ。ニオの分身は破れ去った。敵の新たな姿を現した。禍々しい鬼の体はもう二度と動かない。クロードは気を緩めない。迫る戦いにただ備えるのみだ。狙いを誤さなかなかった。撃ち連れのマナコ。危なかった。ニオの分身は深手を覆い消えていった。クロードは間もなく戦いに備え、クロードが満たされることはなかった。いざ波乗りまち。クロードは鬼を黄泉の国へと送り返した。
今ので最後だ。敵の新手が姿を現した。いざなめの言い訳。仲間とのつながりを断たれた。イオが頼みとした仲間は刃の錆となる。もう二度と動かない。驚いただろう。力を合わせるぞ。
クロードはついに勝ち時を挙げた。なれどこれはまだ始まりに過ぎない。